神奈川県の鈴木陸容疑者と札幌の三田健介容疑者は先月、札幌南区の空き家に忍び込み、貴金属などを盗み出した疑いが持たれています。2人は SNS から闇バイトに応募し、面識はありませんでした。先月、市内で高齢の男性が縛られ、現金が奪われた強盗事件でも逮捕されていた実行役の鈴木容疑者。調べに、盗み出した指輪などを買取業者に売却し、現金を得ていた、などと話していることが分かりました。また、運搬役だったタクシー運転手の三田容疑者は、勤務中、実車にせず、指定された場所へ犯人を乗せた。運賃はもらっていない、などと話しているということです。警察が事件の全容解明を進めています。